6月にアンジュルムを卒業した佐々木理香子23が8月31日都内で行われたファッション誌キャンキャン初体験型リアルイベント、私たちの可愛いは韓国コスメでできているない韓国式小顔シェーディング講座に登場した。佐々木は6月にアンジュルムを卒業し、皆さんの前に立つのは久しぶりになります。ドキドキと緊張気味、私っていう人生を楽しんでいます。自分の人生の2章が始まった感覚で生きています。 X を開設したり TikTok も始めようかなと思っていますと近況を報告した。